管玄楽のための競争曲は、競争曲の形態の一種。一般的には、競争曲とは、独創楽器と還元楽による、いわゆる独創競争曲を指すことが多い。このため、管玄楽の競争曲という名称に、違和感を覚えるかもしれない。しかし、管玄楽のための競争曲における、競争曲はバロック時代の合奏競争曲などの、コンチェルト様式を指しており、 すなわちいわばその現代版である。この名称は、戦艦期に、新古典主義のヒンデミットによって作り出された。新古典主義音楽は、モーツァルト、バッハないし、それ以前の音楽の様式に再び目を向けることを標榜していた。バルトークが、同名の作品で最大の成功を収め、このジャンルの作品中で最も有名なものとなっている。しかもこの作品は、 バロック時代の合奏競争曲をはるかに上回る規模の大きさから結果的には公共曲の様式にも近いものとなっている。バルトークがこのような名称を選んだのは一説によると、かねて楽譜出版社ブージーホークス社の社主からブランデンブルク競争曲の現代版を完成させるように要請されており、後にヨゼフ刺激の意向を組んだクルセビツキーから新作を 移植されてこの作品を書き始めた際、バルトークがそのことを思い返したからではないかと言われる。バルトークの作品においても、例えば第二楽章において、木管楽器のソロ楽器が目立っているように、ソロとキュッティすなわち、薄い響きと厚い響きの対比という、コンチェルト様式の原理が活かされている。ありがとうございます。